はいどうもこんにちは、山本あまねです。今日はですね、タイトルにもある通りなんですけども、デッサンの必要性について考えていこうと思います。この動画を見ればですね、今デッサンをね、現在進行形で勉強している方や、制作に対してちょっと行き詰まっている方、とても有益な情報になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そうじゃない方も見てくださいね。申し遅れましたが、3年間僕は独学で絵を学んで、そっからね、大学に進学して、そして大学院に進学して、そして今はオンライン絵画教室の先生をしながら、プロのね、こうやって画家の活動もしている、山本あまねと申します。はい、ではね、早速本題の方に入りますけども、デッサンをねする必要があるのかどうか、受験勉強でもそうですよ。デッサンってね、なんでいるんやって思ってる人に言います。デッサンはですね 99% 必要です。はい、残り 1% に関してはまたね、後ほど解説しようと思います。そしてね、デッサンに関してはね、具象とか抽象とか自分がねしているものに関係なくね、基本的にね、できた方がいいです。で、絵を描く、制作する人間にとって、デッサン力っていうのは必ずと言っていいほど、もうあった方がいいです。そういうものです。まあ、ただね、勉強でもそうなんですけど、なんで自分がこれをしないといけないのか。なんで油絵をしたいのに、なんで水彩画をしたいのに、なんで鉛筆でちま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 ね、ものを見て描かないといけないのか。いや、自分はもっと風景を描きたいんだとか、自分はね、人物をね、パンと油絵で描きたいんだとか、ね、いろいろあると思います。なんで今この立方体を僕は描かされてるんだとか、ね、そういうね、疑問がいっぱいあると思うんですよ。勉強っていうのは、なんで役に立つのかっていうことがわからないと、全然はかどらないですね。例えばね、数学ね、これ教えてもらってるけど、なんで役に立つんっていうこの疑問が、わからないまま、勉強するから頭の中に入らないんですよ。デッサンも一緒なんです。なんでデッサンが必要なのかってことが、ちゃんとね、分かっていると、デッサンをしてるときに、あ、これはね、将来こういう役に立つんだっていうことが明確に分かるので、ちゃんとね、頭に入ってきますよね。っていうことでね、今回、なぜデッサンが必要なのか、その理由を3選にまとめました。ぜひね、最後までご覧ください。そして、最後、僕の絵画教室のね、デッサンね、実際こんだけ頑張ったらこんだけ変わるよって例があるので、それも最後に紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。通知ボタンもお願いします。では行きます。デッサンが必要な理由3選。1選目、もうこれはね、めちゃくちゃ大事です。はい、第1選目、物を見る力を養えるです。デッサンっていうのは技法なんです。でもデッサンで鍛えるものはデッサン力なんですよね。デッサンとデッサン力って何が違うかというと、まあ、デッサンは鉛筆で描く素描のことなんです。大事なのはデッサン力の方です。じゃあこのデッサン力っていうのはじゃあ何なのかっていう話です。デッサン力っていうのは、物を見る力です。3次元のものをいかにね、2次元に変換して画面に構成できるか、そういう力ですね。形を見る力であったり、物の距離感、遠近感を出す力であったりとか、構成の仕方もまあ入るんかな、うん、デッサン力に入るかな。いろいろ含んだものなんですよね、デッサン力っていうのは。で、その、まあ、立方体デッサンでもそうですし、簡単なね、モチーフのデッサンでもそうなんですけど、まあ、そういうことをしていると、脳の中にね、3次元を2次元に置き換える変換アダプターみたいなのができるんです。逆に、その変換アダプターがあれば、2次元の、ね、写真を見たときに、3次元で脳内で変換して、あ、これはきっとこういう形をしているんだなっていうことを理解しながら、絵にすることができる。写真を使ったような絵に見えないんですよ。実際のものが置いてるかのように描けるんです。だからデッサン力を磨くとそういうことができます。例えば金属を描きたいとか思ったら金属っぽく描けたりとか、目が良くなっていくんですよ。これはどうしたらそっくりに表現できるかなっていうこととかをね、デッサンを通じて学ぶことができます。そんなお手軽に物の形の見方とかいろんなことをね、学べるので、本当にデッサンはおすすめなんです。はい、デッサンが必要な理由3選の2つ目、自分の頭の中のね、イメージっていうのをリアルに描くことができるようになるです。自分が例えばリンゴを描いて、でこういう風になんか組み合わせてこういう風にしたいなとか思った時に、ね、デッサン力がなかったらそれがね、思い通りに描けないじゃないですか。こういう風なものを描きたいって思っても、結局ね、そのイメージっていうものを書くってなった時にすっごい行き詰まっちゃうんですよ。これがね、本当にね、しんどいと思います。
だからここでデッサン力を磨いておくと、自分がねこういう風に描きたいと思ったものをもうすぐ画面に起こせるんですよね。でイメージもしやすいし、誰かにそれを見せるってなっても相手にその自分のイメージを伝える手段として使えます。結局絵っていうのはね言語と一緒だと僕は思ってます。で例えばまあリンゴがありますね。で赤いリンゴがあるって言ったら皆さんにはねもう赤いリンゴっていうのが脳内にこうイメージできますよ。でこれを喋れないとしますね。じゃあ赤いリンゴをどういう風に伝えればいいのか、はい、これはもう絵で描くしかないです。じゃあ絵で描くってなったら赤い絵の具を持ってきて、でまあリンゴのね形を描いて塗るみたいな、はいこれどうって言ったら、あ赤いリンゴやっていうことが分かりますよね。デッサンっていうのも結局、まあ、色は使えないんですけど、まあ、そのものがどういう形であるとか、どういうね要素を持っているかとか、そのものがどういうものであるかっていうものを具体的に伝えることができるものなんですよね、絵っていうのは。だから上手ければ上手いほど相手に自分のイメージも伝えられるわけなんです。なのでデッサン力を鍛えると、まあ自分のイメージをね人にすぐすんなりとこうね受け入れてもらえるような絵が描けるようになると思いますね。国語で言ったら語彙力を高めようとかあるじゃないですか、今そういうもんなんです。語彙力を高める絵のバージョンがデッサン力なんですよね。語彙力なんですよ。要は第2戦が自分の頭の中のイメージをリアルに相手にね、まあリアルに描けるようになるっていうメリットです。はい、では最後ですね、これからまあ自分が何しようかなって悩んでる人は特に聞いてほしいです。デッサンが必要な理由3選の3個目です。デッサン力さえつけたらいろいろな分野に応用が効きます。まあ例えばですけど油絵ね、まあ僕描いてますよね。で油絵をいきなり学びました。じゃあ油絵って他の何に応用が効くかって言ったら応用が効かないです。まあ強いて言えば水彩とかやったらね筆使うのは一緒なので、まあちょっと応用は効くかな、ある意味。でも使ってるなんか画材は全然違うんで、特性も違うんで、厳密に言うと応用が効かない。でもどうですか、デッサンっていうのは芸術っていう分野のね全ての基礎になってるんですよ。土台なんですよ、デッサンっていうのが。この基礎ができると上には何でも立てれます。そういう基礎なんです。漫画も描けますし、イラストも描けますし、油絵だって描けますし、水彩画だって描けますし、版画だってできます。で彫刻とかもね、デッサン力結構必要なので、意外とねあれ3次元なんですけど、みんなねデッサンをまず描いてからやったりしてるんで、デッサン力必要なんです。で彫刻がねすごい立体的な上手い彫刻が彫れたりとか、作れたりとかでね、デザインの分野でも自分がこういう風にしたいデザインがあったら、そういうデザインをね、具体的に描けたりとか、本当にデッサンっていうことができると何でもできちゃうっていうね、本当に優れものなんですよ。だからね、デッサン力っていうのは鍛えるだけね得があるっていう、そういうものです。まあだからこういう創作活動のね全ての基礎になっているのがデッサンということですね。まあだからこそ芸術大学であったり美大であったり、そういうところの入試はデッサンなんですよ。だからそこの前提としてデッサンができて初めて上に建物が建てられるわけですから、なのでね、絵を描きたい人はまずデッサンをしましょう、そういうお話でした。はい、まとめですけど、まあさっきも言いましたけど、基礎としては絶対にデッサンは必要です。デッサンある程度して油絵に入りましたっていうんでも、日頃からねデッサンっていうのはしておくと絶対にいいことがあります。3次元のものを2次元にするわけですから、その練習ってもうすればするほどいいんです。まあ、テニスプレイヤーでいう素振り、野球でいう素振り、まあ、サッカーでいうシュート練習みたいなね、基礎トレーニングなんですよね。だから、まあ、こういう絵が描けるようになったよってなってもしといた方がいいですね、デッサンは。さっき言った 1% の話なんですけど、残り 1% に 99% はデッサンが必要でも 1% はっていう話なんですけど、それはですねもう本当にいらない、もうデッサンが必要としないような、まあ例えば現代アートでもいいですけど、バナナの皮を壁に打ち付けて、はいこれが作品ですみたいなさ、そういうね現代アートをされる方からするとデッサン力っていうのはね、まあ必要じゃないかもしれないです。なのでちょっと 1% は残しておきました。まあ創作活動される全般の人っていうのはね、一括りにしてもあれなので、基礎はこんだけあってでもあえてこっち行ってるんだよっていう、そういう証明にもなるんで、一応デッサンはできた方がいいです。まあだからね、結局ほぼほぼ 100% デッサンは必要ってことなんですよね。僕のオンライン絵画教室も結局ね、基礎力っていうのをもう高めること、
それをまず大前提として、運営しています。生徒さんがどれくらい成長しているのかっていうのをお見せします。こんな感じです。これが入りたてです。でこの方はもう英語ねもうちゃんとやったことがないっていう、基礎のねそのデッサンとかもしたことないっていう方なんですけど、まあ最初はねちょっと形とかまあちょっとね形も微妙で面の形とかね面の流れとかねちょっとハッチングの仕方とかも微妙だったんですけど、それがねこういう風に生まれ変わりました。すごくないですか。もうなんか見違えるようなコップのデッサンですよね。これ正直ね僕もびっくりして、まあ本当に 3,4 ヶ月の話なんですけど、 3,4 ヶ月でこんなに上手なるかみたいなね。あのハッチングの線もめちゃくちゃ綺麗で、コップのね硬さとか透明感とか綺麗に出てますよね。ちょっとそういう紹介でした。まあでもデッサンがねみんな、僕の生徒さんたちはねデッサンの大事さっていうのをちゃんと分かっていただいているので、こんだけ上手くなってるのかなっていう、そんな感じです。自分もデッサン力鍛えたいっていう風に興味ある方は概要欄のねメールアドレスとかからお問い合わせください。無料体験もございますので、宣伝ちょっと挟んで申し訳ないですけど、今日はこの辺で動画を終わります。はい、皆さんもぜひデッサン力鍛えてください。最初はねもう簡単なものでいいです。絶対に上手くなるんで、ぜひ頑張ってください。それではね皆さんまた来週お会いしましょう。そしてね来週はねまた同じようにこうやってトークテーマを決めてお話ししたいと思います。それではまた来週。さよなら。